速稼塾の久保です。今回ね、私もね、何度も旅行に持って行ってる、こういったアイテムがあるんですよ。スマホにはやっぱり充電器が必要でしょ。で、この充電器なんですけども、ご覧のように、なんかこのね、コードがめちゃくちゃになっちゃうんですよね。で、普段私の畳み方としてはこういうふうにね、折りたたんで、で、こういったピンで留めたりとかしてるんですよ。でもなかなかうまくいかなくて、今みたいにね、これ中でね、切れちゃったりするんですよね。で、あとぐる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 巻くようなタイプのしまい方もあるんですけども、これも結局ね、絡んじゃったりとかしてうまくいかなくって、中でプツッと切れてしまうってことがあるんですよ。なんかいいのないかなと思って、ずっと探しながらね、今まで何百本も試してきたんですけども、ついにいいのに出会いました。それがですね、こちらなんですよ。はい。ちょっと私の顔をね、パッとどけますね。世界初のスッキリとしたケーブル。ね。見てください、これ。スッと伸びて、簡単にこういうふうな形に戻るんですよ。ね、これすごくいいでしょ。これはいいですよ。今まで私もこの悩みだったんですけども、こういうふうにね、なってたんですけども、これはすごくいいですよね。ちょっと力を抜くと、このポジションに戻るわけですよ。スッといけますよね。はい。でね、こういったタイプで出てるんですけども、これ使いやすそうだなと思って、私これから買おうかと思うんですよ。で、そんな無茶苦茶な金額じゃないと思いますしね。あ、3000円。ちょっとは割高な気持ちもしますけども。いや、でもね、これでね、1本でもう問題解決するんだったら、新しいの買わずに済みますしね。結局ね、2000円前後の買って、全部不満で無駄にしてるんですよ。あ、メールアドレス登録して、メルマガも取れるんだ。新製品の情報もここでもらえそうですね。はい。ということで、私の顔が戻ってきましたけども、これ、結構良さそうでしょ？だから、こういう風になんないんですよ。こう、ビヨーンってならずに、力抜いたら、スッと元のポジションに戻るんで、収納も簡単だし、こうやってポンポンポンと積み上げることができて、ばらけることもないですからね。で、頑丈そうですし、まあ、こういう風な廉価品よりも全然いいんじゃないかなと思います。はい。それではね、これから発注しますので、商品が手元に届きましたら、また皆様にご紹介申し上げますんで、楽しみにしとってください。それでは。